はい、今ですね、鳥取県の米子市にいます。で、米子市のね、今米子の駅のところに今いるところです。で、米子の駅のところ今散策しているところなんですけどね、すごいですね。まあ、観光マップが今ここ見たらあるんでね、こんな感じで見てるんですけど、今いるところ米子の駅、ここの宍道湖とかね、そこの湖ね、ありますよね。ここの近いです。で、境港なんかもここから20分ぐらいで行けるみたいですね。あと大山っていう、まあ、大きな山、まあ、この辺りじゃ一番大きくてしかも美しいという有名な山があると思う。そこもあります。あと右に行くと鳥取砂丘ね、鳥取市の方、まあ、こんな感じであるんですけどね。で、今米子駅、結構観光客いますね。やっぱりその出雲大社の遷宮の年ってこともあって、うん、まあ、これが周辺です。で、これタクシー乗り場で、ホテルもいくつかあるんですけどね、スーパーホテルがそこにあったりとかね、東横イン、この辺りホテルが結構あります。で、今観光客が朝になって増えてきましたね。でも何だかも観光客っぽいでしょ。こういうバッグ持ってる人見てください。米子の駅、ここが改札の方です。特急なんかも結構止まるんだよね。新幹線は止まらないですけど、